アルプス口北松本駅は長野県松本市白番一丁目にある東日本旅客鉄道大糸線の駅である。駅番号は41。ホーム島式ホーム一面二線を持つ地上駅で京上駅舎となっている。駅舎はお城をイメージしたものである。東西に出入り口があり、アルプス口、お城口という愛称が付けられている。 長鉄開発が受託する松本駅管理の業務委託駅である。京上駅舎構えは、構内踏切によって、駅舎とホームがつながっていた。また、駅の北側に開かずの踏切があり、渋滞が問題となっていたため、それを解消する目的で、駅舎を京上化すると同時に交差する長野県道320号は、北松本停車場線が、アンダーアッパス化及び4車線化された。 松本駅からの距離はわずか700メートルしか離れていない。篠ノ井線が単線並列で並走するが、篠ノ井線にはホームがない。篠ノ井線のホームを設置を求める運動もあったが、実現されなかった。かつて大井戸線の車両基地として、松本運転所北松本支所が校内にあった。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は609人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。松本市外北部に位置する。駐車出展報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。